7月16日、今日は留萌港でハゼを釣って、ハゼの天ぷらを作って食べたいと思います。今日は留萌港の南側の奥の方で釣りをします。今日は動画編集しながら釣りしてます。今日はハゼを釣って、ハゼの天ぷらを作りたいと思います。ここ何日間か、留萌港でハゼはたくさん釣りましたが、体調が悪く調理できなかったり、天ぷら粉を忘れたりで、まだ一匹も食べていません。釣ったハゼは他の釣り人さんにあげたり、もらってくれる人がいないときはリリースしました。今日は、ここで釣って、ここで調理して、ここで食べます。そんなに大量に釣っても、一人では食べきれないので、竿は一本です。シャコも釣れるので、シャコも茹でて食べます。ここ最近毎日シャコを食べているので、さすがに飽きてきました。釣りをしていると、いろんな方が声をかけてくれます。釣りの話ももちろんですが、山形ナンバーを見て声をかけてくれる方も多いです。ずいぶん遠くから来てマス目が一番多いですが、以前山形に住んでいたとか、実家が山形とか、山形に親戚がいるとかも多いですね。何釣れるんですかね。シャコとハゼ。シャコとハゼ。これのハゼ。これは何か。確かに。シャコは。シャコ。ああ。お昼近くになったので、午前中釣ったハゼをさばいていきます。ハゼを天ぷら用にさばくのは初めてです。 YouTube 動画でさばき方を見ることができるので、上手にはできなくてもなんとかなります。生きてる魚をさばくときはいつもごめんなさいと言います。頭を落として内臓を取り出してから包丁で鱗を取ります。手開きは後でまとめてやります。小さな包丁がないのでなかなかうまくいきません。時々竿の様子を見ます。シャコとアブデで釣りました。置き竿にしておくとシャコが勝手にかかっています。小さなハゼの背開きは結構難しいです。初のハゼの天ぷら、うまくできますでしょうかね。あんまり期待できないな。大体もう卵を買ってくるんですけど、
この天ぷら粉の特割合が分かんない。だいたいでも天ぷらの具材、今日はハゼの他にシシトウと大葉を用意しました。ハゼさばくなんて大変苦労しました。小さくてぬるぬるって、こうしてる間にうまかったハゼ忘れるんだね。釣れたらもうリリースだね。シャコももう3匹釣れてるんだね。あの後はシャコを茹でる。唐揚げにして唐まで食えれば最高なんだけどね。さすがにシャコの唐揚げなんて食べたくないね。後で調べたらシャコの唐揚げもあるそうです。今度シャコを釣ったら唐揚げにしてみます。おお、いいんじゃない。最後に大葉の天ぷらです。これはちょっと難しいんだな。大葉をそのまま中出しであげるなんてことで入れるのかな。いや、まいったな、これ失敗失敗。これはまだいった、これはまだいきましたかね。うまい。こっちはもの梅雨につけたらどうですか。これもうまいわ。ハゼの天ぷらは塩でも天つゆでも最高に美味しかったです。留萌港では次の日ものんびりと釣りを楽しみました。留萌には6日間滞在して美味しいシャコとハゼをいただきました。次の釣り場に向かいます。7月17日の夕方、次に向かった釣り場は小平町にある薄谷漁港です。ここは初めてで、日本全国釣りの旅290カ所目の釣り場になります。ここに着いたのは夕方の5時22分です。夕間詰めの時間には少し早いです。先に来ている釣り人さんがいるようなので堤防の先端まで行ってみます。薄谷漁港、初めてかな。こっちの堤防で正解なのかどうか。とりあえずカマメがいるので可能性ありますね。水深がなんかなさそうですね。いや、ここも変化のない堤防だね。向こうの方が良かったかな。何かすらねえとね、何か水面が動いてもいるかな。最近ウもあんまり見かけてないんだよね。あ、ウだね。
がいるってことは、とりあえず魚もいるんだな。釣り人は見えませんね。向こう側の堤防に一人います。投げ釣りの人。これはいいですね。釣り人一人発見。俺なら何か釣れるでしょう。先端のテトラに釣り人が一人います。ヒラメ狙いのようです。おかしいな。ここは水深がないね。藻がいっぱいあるから海タナゴがいっぱいいるんだよな。手前の突堤では落とし込みに全く当たりがありません。何にもいないね。何にもいない。イワシだけだな、ね、バシャバシャってんの。イワシ釣りでもするか。イワシでも暗くなるまで。突堤からルアーを投げてみます。ダイソーのマイクロフラットジグでイワシを狙ってみます。よし、当たって浮きしたもののヒットせず。イワシかな。するね。おお、なんだ、うぐいでね、これ。うぐいがいたのか。思って、このうぐい。うぐいさんでしたか。がバシャバシャ出たの、うぐいだったのか。まあいいか、これ結構でかいんだよな、これ35センチぐらいかな。うん、やっぱり35センチだね。ぴったりカンカン。え、もう一匹ぐらいに準備するか。あれ釣りなんだよ。ちょっと来た来た。これもでかいな。うぐい釣りも楽しいか。いいね。どれどれ、さっきのより大きいか。おお、結構いい。同じぐらいだな、さっきと。面白いね、浮いてる。これは面白いね、結構。35センチは。しかしこの後はヒットなしで、ルアーは終了です。浮いたいも終わりか。なんだよ、もっと楽しませてくれないのに。次は落とし込み釣りです。なんだこいつ。リタナゴ。さっきから餌取りしてたやつな、こいつ。たった一匹だけ。リタナゴさん一匹じゃねえ。こんなやつばっかりじゃ。
カニだった今。カニ。カニは水面までは上がってきますが、空中で餌を離してしまいます。この後、何回かカニがかかりましたが、逃げられてしまいました。薄谷漁港の釣果は、ウグイ2匹と、ウミタナゴ1匹、ガヤ1匹でした。7月18日、次に向かった釣り場は、初山別にある豊崎漁港です。ここも初めてで、日本全国釣りの旅、291カ所目の釣り場になります。ネット情報を見ると、ここでは、カレイ、コマイ、カジカが釣れるようです。先に来ている釣り人がいるようです。地元の釣り人さんがルアーでサバを釣っていたのでジグサビキを投げてみます。しかしサバの当たりはありません。ジグサビキからブラーに変えてみます。餌は磯目です。ようやく何かが、したんだけど、これ何？うんがいいかよ、やっぱり。昨日に引き続きグイか。なんだお前。下に来れば来るほどグイがいるんでね。ダメだこりゃ。磯目からキビナゴに変えてみます。キビナゴに反応しないね。なんで？キビナゴに反応しない。うん、バカな。結局あたりなしで落とし込み釣りに変更です。ガヤだね。ガヤですか。シノブクロソイか。細いさんでしたね。ちっちゃい。まだ小さいですね。寒いな、寒いな。外してるから。うん。ほら。細いさん。少し大きいんじゃないかな。なんだこれ。そうだね。ようやくまともなやつが来た。キビナゴに来ましたね。なかなかいいサイズだね。いつけ用にちょうどいいんだよね。一匹だけじゃね。一匹だけじゃいられる方も変わるな。これでフェレにやられることになるからね。もう一丁じゃやってみますか。いるかどうか。いるかどうか。しかしこの後あたりはなく、ここでの釣りは終了です。あら、黒船さんが白添いさんになっちゃったかな。変わっちゃうんだね、やっぱりね。白っぽいとこに入ると白い色に体が変わっちゃうんだよね。面白いね。クロソイも光感受精細胞を持っているのでしょうか。今日は1匹だけだからリリースしてあげましょうね。7月20日、次に向かった釣り場は手塩町にある手塩漁港です。ここは昨年に引き続き2回目です。昨年は40センチのアブラコ1匹と30センチ近いクロソイを4匹釣りました。釣り場は昨年40センチのアブラコを釣った手前の突堤です。うわ、なんかそこにロープあるね。まずいな。突堤の先端にロープが張ってあります。落とし込み釣りができるか心配です。ジャブジャブだね。今日は海が荒れているようで、港内も波が高いです。磯目の落とし込みから行きます。水深
しもあるけど魚いませんね。海が荒れているからでしょうか、突兵の先端には魚がいないようです。日中じゃダメ。先端は諦めて波の静かな突兵の手前の方に移動です。小さいけど何これ黒いか、なんだ黒添さんでしたか。十分広くましたね。あら、昼の黒添さん。はい、ありがとう。いるね。なんだよ。なんだこれ。うぐいだもの今度は。なんだつ。にうぐい落ちました。じゃあうぐいだもの今度。珍しい珍しいやつが釣れたようだ。ジスカジカかな。一回頭して久しぶりのカジカだね。お前ってカメツくんでしたっけ。んカメツくん。カメツくんねえか。おるやん。ねえ、もっと大きなあたりよね。いや食べられないんだよ、お前だけで。はい、ありがとう。餌をイソメからキビナゴに変えてみます。この間塩漬けしてたやつ、ちょっと取れにくくして、なるほど、これに食いつくやつはなんだろうね。大物が来る可能性あるからね。ガーンと。さあ、これに食いつくやつ、いねえか。あれ？でかいのいませんか？この辺だ。さあ。ちょうだい。なんか肉落ちる。魚が食えてる方じゃないな。しかしキビナゴに当たりはありません。明るいうちはキビナゴに食いつけるような大きな魚は出てこないようです。なんか今日の磯目長くて、まあこれじゃ尻尾か。感じられてもらえたね。いやー風は強いし、しょうがないからね。逆風やん、逆風。そっち側に投げてみるか。こっち側に投げてもなんとかなるか。ブラーに磯目で投げてみましたが、当たりはありませんでした。だんだん風が強くなって海が荒れてきたので、ここでの釣りは終了です。ダメでした。この後、昨年黒添いの大物が釣れた河口の方に行ってみましたが、波が高くてとても釣りができる状態ではありませんでした。この日の夜は手塩川花火大会が開催されました。道の駅から花火を鑑賞させていただきました。